<laughs> 旅の総論。の総論。総論。旅っていうのが何なのかっていうのと。で、その後大動脈、あ、エースの話をしてもらって、ね。どうして旅が出てきたか。どうして旅、あ、すごい、そんなことやってくれるの。<laughs> まあ、どうして旅が出てきた。かっこいい。<laughs> ういど,どうして旅が出てきたっていうこととから。 旅の適用どういう人がどういう大動脈弁狭窄症が足袋になるのかっていう話なの、ね、えどういう大動脈弁狭窄症があの外科のサバーになるって話もあるそれはない。 まあ間接,、ね、間接的に、はい。一応、まあ、ち,ちょっとだけガイドラインとか、ね、はい。あ、ガイドライン入ってくれてるんでね。はい、で、タビのえっ、ー、と治療法というか適用というか、うね、旅前の検査について、はい、それからタビの合併症、はいえー、それからタビにまつわるお金のうわいいよね。どのぐらいの自己負担をしてるのか、ね、どのぐらいの医療費がかかっているのか、それからタビの手術の後の実際のえー、ものとタビの応用ですね。ああ、なるほどね。 あそれから、ね旅ってどんなものなのかっていうのを画像を含めて説明をしてくださるということです。えー、と我らがですね、の旅の、旅のうちの大学で言ったら、もう本当に旅 <laughs> 旅のなんだっけ、何持ってる指導医指導医持ってますね。旅の指導医ってどうやれば取れるの旅の指導医は、えーとまあ、各デバイスが2種類あるんですけども、それをそれぞれ30例ずつあやって合格をいただいて。 はあ、あとはそ,のい、ね、それ以外にそのカテーテルインターベンション学会の認定資格を持ってないといけないとい。 ね、ああなるほどねつまり心筋梗塞の治療もするし狭心、ね、症の治療もするし大動脈ベンチ肝術従来は心臓血管外科領域でやってたところが心臓の循環器内科領域が手術をするような時代になってきたということで、えー、とうちのです、ね、もう旅チームのです、ね、なくてはならないですね <laughs> えー、上島良先生ですね。で、上島良先生って2つのワランを履いていて、<laughs> あのー、大学病院でタビっていうで、ね、手術をやる傍ら片ら上島内科クリニックの院長であるということですね。で、今日は上島内科クリニックの院長先生がですね、<laughs> 私たちに、えー、みんなが知っておきべきタビの総論をやっていただきます。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。上島です。お願いします。さあ、じゃあ早速始めていきたいと思います。 まあ、そもそも旅ってっていう話になってくるわけなんですけれども、た、うん、ってって確かにね、そうですね、うんでまあ、これがその、まあ、英語のまあ頭文字を取ってこの TAVI で旅びというふうになっていますけれども、下に書いてある通りでこのトランスカテーテルアオルティックバルブインプランテーション、これで旅。まだただあの言い方によってはこれをリプレイスメント。まあ、その 外科手術の場合はこれを AVR といったりしますので、まあ、最後のこのインプランテーションこれリプレイスメントといってこれでタバーと呼んだりすることもあるんですが、まあ、これは同義語ですね。なので、まあ、日本語に直すと、まあ、軽カテーテル的大動脈弁痴漢術もしくは軽カテーテル的大動脈弁移植術とか留置術とかうそういったような形で呼ばれるということになりますね。はい はいまあ、なので、タビタビっていう名前がおそらく一番こう日本では浸透してるんじゃないかと思います。実際のその画像をちょっと見てみますまアニメーションですね。おお、すごいね、これ。まあこれはそのまあ日本で使える弁のうちの片一方の方なんですけれども、これは風船で膨らます方の弁ですね。これまた後でもう少し詳しく説明しますが。 足からカテーテールを持っていろんなやり方があるんですけれども、まあ、足からカテーテルを持っていって、まあ、大動脈内でこのような形で1本の硬いワイヤーに沿って大動脈弁まで持っていくというような形になりますね、はいまあ、もちろんこういう時に後でまた合併症のお話もちょっとしますけれども血管を傷つけないように慎重に持っていってちょうど今来たここが硬くなってる大動脈弁ですね でそこにこのような形で<ー>かしめてちっちゃくしたこの人工弁を持っていきここで膨らませてくるとつまりコンセプトとしてはまあ今まで外科の先生方が手術で胸を開けてやってくれていたこの手術を胸を開けずに治してしまいましょうということになりますねすごいねこれが今風船でちょうど人工弁が広がったところと<ー>まあこの辺はその 従来やられていた狭心症とか心筋梗塞に対するその肝動脈のカテーテル治療と同じで、はい、まあ風船でこのステントと呼ばれるこの金属の網状のものですよね、それをこう広げて人工弁にしてくるとうんいう形です,、ねすごい。だからこれはもう患者さんがもうこう胸を切らなくてよいとおっしゃる通りですね、足のいところの血管からこういうふうな形で持っていってると、大腿動脈から行う。 そうすると、まあ、体の中に残ってくるのはこの弁だけになってくると。おで、弁がしっかり開いてくるおっしゃる通りですね。<ー>で、上から覗くとこのような形で、古い弁がこれだとこの周りに押し付けられてるというような形になりますね。すこれが外科手術との一番の違いですよね。ね外科手術の場合は、この古くなった弁は基本的にちょきちょきちょきと全部取ってきて、その中に新しい人工弁を縫い付けてくるという形になりますけど、まあ、足袋の,の場合はもちろん胸を開けてませんから、これ切,り切ったり貼ったりはできませんので、 これを押し付けて固めてくるというような形になるのが旅の特徴なのかなと,とこ,す、ね、すこれは私たち旅旅と寄ってるわけですね。そううですね。寄ってるわけですね。これが今こう日本で使用できるというか、まあ、あの適用になる病気っていうのがこの上に書いてある大動脈弁狭窄症うですね。はいうんで じゃあ今日あの最初にお話しするのはこの、まあ、じゃあそもそも大動脈弁狭窄症というのがどういうものなのかというところですね。いいねまあこれもまた略語で我々は ASAS AS と言っているのはこのアオルティックステノーシス。本当はアオルティックバルブステノーシスだと思うんですけども、まあ、結構海外の論文とかも全部アオルティックステノーシスって書いてありますよね。<ー>なのでまあここではそういうふうに呼んでますけれども、はい、まあ大動脈弁が狭窄しているというですね。うん ま,あまずちょっと心臓の解剖になりますけれども、まあ、ご存知のとおり心臓っていうのは全身にこう血液を送るポンプの役割をしているわけですので心臓に血液を戻すためのルートそれが静脈と言われるものですね、うん、なので、まあ、あのこの静脈というものとあとは心臓から逆にこう血液を押し出していく。 心臓の出口になる血管ですね。それを僕らは動脈と呼んでいますが、まあ、このようなものがくっついているのが心臓という構造になります。すごいア、アニメーションがだ、ね、あそうでだね。す僕の動画でこのアニメーションアニメーションを使ってくれた人初めてだね。す素晴らしい。まあ、一応こういうふうな形になっている中で、まあ、その弁はじゃあどういうふうな構造になっているのかというのは、このような形で、はい、外見から見ても分からないので、からないね、この心臓をスパッとこう切ってみると,とこんな感じになるわけですね。<う>でよく あのー、言われるのが心臓って中が4つの部屋で分かれてますよということになってますが、はい、この図でいうとどうなっているかというと、うん、ここが1つここが1つ<お> 1> ここがもう1つここがもう1つということでこういう4つのお部屋に分かれていると<お>でそれぞれ名前が付いていて上のお部屋のことを心房というんですがそれが左右に1つずつありますので右の上が右心房、うん、そして下の部屋のことを寝室というので右の下が右心室。うん 左が左心房、うん、左心室とこういうふうに分かれているわけなんですが、はい、まあ役割としてざっくり言えばその右心房左心房というこの心房というお部屋は戻ってきた血液を受け取るお部屋なのでさっきのお話でいうところのいわゆる静脈ですね静、はい、脈がついているお部屋が心房<ー>一方で心室というのがその心臓から血液を押し出すためのお部屋になりますのでここについているのがそれぞれ動脈がくっついていると。で あのー、左心室っていうのは全身に血液を送る大動脈という血管がついているし右心室には肺動脈という肺に血液を送るための血管がついているということになるわけですね。 さあベンの話はどこ行ったんだというところになるんですがそうだよもう少し離れてちょっとだけ <laughs> はい頑張ります <laughs> 血液循環の話これはもう、ね、皆さんご存知のことかと思うんですが血液は左心室からスタートして全身に回るわ <laughs> す,、ね、すごいねこれえこれどうやっって作ったの先生これ全部手作りです、えー、<laughs> アニメーションで手作りしました ああのー、ま左、あ、心室から出た血液、まあ、血液の中に潤沢に含まれている酸素が満タンのこの真っ赤っかな血液が全身に流れるわけですよねそれが脳をはじめ全身の各臓器に回って各臓器に酸素を供給してくると、うん、で全身をめぐりめぐって酸素をあけわあの受け渡してしまったこう酸欠状態の血液が 右心房に戻ってきて右心房でキャッチされると。なるほどそうすると右心房でキャッチした血液はここで出てきましたこの弁ですね。はいはい、この弁を通過して右心室に入ってそれがそのまま酸欠状態の血液が肺に送られることで肺で酸素供給を受けて、うん、また酸素を潤沢に含んだ真っ赤っかな血液に戻ったものがこの左心房に戻ってくると。また左心房から左心室の間のこの弁を通過して左心室に戻ってそれでまたこう行ってくると。うん なので、人間の血液っていうのはこのような形で常にぐる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 循環していると、この体循環、肺循環と僕らは言いますが、これをこのような形でぐる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 ずっと回っていると。ですので、常に血液は一方通行で8の字形に流れなくてはいけないわけなんですけれども、例えばこれがどこかでせき止められてしまう。どこでも構いませんけども、どこかでせき止められてしまったり、逆流してしまったりすると、 人間は生きていくことができなくなるということなので、循環の説明って難しいじゃないですか。いつもね、確かにね、八の字なんだね。そうですね。なので、血液があの逆流しないように一方通行にするためのこのシステムがお待たせしました。これが便なわけですね。待てました。はい。ということで、さっきの図に戻ってみます。さっきのこの四つのお部屋を示しした図ですけども、四つお部屋があるわけなので、各お部屋の出口に便がついてますので。 人間の心臓の中には4つの弁があるとよく言いますね。1つがここについてるこの弁、もう1つがこれ、もう1つがこれ、もう1つがこれ。ということですね。で、それぞれに名前がついていて、三線弁、肺動脈弁、そして僧帽弁、大動脈弁とようやく出てきました。今回はこの大動脈弁のお話ということになるわけですね。 よくこの図は見ると思うんですけども、見るね、これを実際上から覗いてみるとどういうふうに見えるかと。うん、なので、スパッとこういうふうな形で横に切って、心臓を上からこう覗き込むとどういうふうに見えますかというところになるんですけども、こんな感じです。今の4つの弁がこのような形で1。ちょっと待って、なんでこれ動いてんの先生、これも <laughs> 作りました <laughs>。こういうの。うわ、賢いね。そうかそうか趣味です。 それを繰り返ししアニメーションにしてるだけ賢い俺もこれやろう <laughs> めっちゃ賢いで,でさっきねお示ししたその弁の位置関係ってなかなかこう横から見た時とこう上から見た時でこうイメージがつきにくいわけなんですけども実はこのような位置関係になっていると、うん、でまああの弁、ー、の大きさも形もまたまちまちなのとご覧いただいて分かる通りでこの弁のこの動きっていうのが まあこの僧帽弁三線弁と大動脈弁、肺動脈弁は全く逆なんですよね。うんうん、大動脈弁、肺動脈弁が開くときは僧帽弁三線弁が閉まると。なるほど、ね。こういうような形になっていると。本当だで、大動脈弁はこれでいくと、まあ、心臓のちょうど真ん中になっているというですね。ちょうど中心にあるのがこの大動脈弁という形になりますね、はい。で、余談ですけども、ここにちょっとしたちっちゃな穴が見えるかと思うんです。でそこからこういう血管が出てるのが。うん これがみんな大好き、冠動脈ですね。ねねももう、ねはい、余談も大好きです <laughs> ということなので、まあ、これでいくと、この大動脈弁はさっきの図でお示しした通り、心臓の、まあ、心臓から大動脈に出ていく最後の出口ですから、冠動脈、心臓が動かなくなっちゃうと一番困りますから、心臓っていうのは血液を押し出すと、まず自分自身に一番最初に血液を送る仕組みになっているということですね。はいうん、なんかいいね、なんかわかる、なんか僕も自分を一番初めに満たさないと。 なんか本当に人のためにと思うんだけどう、ね、どうしてもやっぱり自分っていう心臓もそうなんだね,そうですねとりあえず自分だっていう自分の健康が一番ですからね、うん、なんか僕も勇気が持てました <laughs> はい。<laughs> そんな感じでじゃあこれさっきのこの図に戻ってみると大動脈弁がどこかっていうとまあもう皆さんご存知の通りここになってくるわけですね左心室から全身に出ていく血管ですね さて大動脈弁というのがこういうことだというのはよく分かったわけなんですけども、じゃあ、弁膜症って何なんだというところで、またちょっと少しこう基礎的なお話になっちゃいますが、この心臓の各お部屋を仕切っているこの逆流防止弁ですね、今お話しした通り、この4つの弁が人間にはあるわけなんですが、これが何らかの原因で壊れてしまうことを総じて大あの弁膜症というふうに言っているわけですね。はい、ですが まあさっきあの動画で見ていただいた通おり、まあ、壊れるといっても弁、まあ、ってもう単純なもので開くか閉じるかしかしない便ですから壊れ方ってもう2パターンしかないわけなんですねうどういうことかというと弁は開きが悪くなるか逆に開きっぱなしになって閉じが悪くなるかなこのもう2パターンしかないわけですねでそれぞれ僕らはそれらのことを開きが悪くなることを狭窄症と言っていて閉じが悪くなる方のことをこれを 閉鎖不全症もしくは逆流症なんていう名前で呼んだりしてると。ということは人間には4つの弁があって壊れ方が2パターンあるわけですから人間の弁膜症には 4×2 パターンつまり8パターンの弁膜症がある。なるほど俺考えたことなかった。そうだね。<laughs> そうだいうことですね。なので大動脈弁狭窄症、僧帽弁狭窄症、肺動脈弁狭窄症、三尖弁狭窄症またそれぞれの閉鎖不全症がある中で今回お話しするこのタビっていうものは この大動脈弁の開きが悪くなってしまうこの大動脈弁狭窄症にの治療方法として新しく出てきた治療法ですよというところ、うんはい、ここまでが大動脈弁狭窄症がどういうものなのかですね、うん、さてじゃあちょっと今回は他の弁はとりあえず置いておいて、はい、これ大動脈弁だけにしてきましたこれも作ってきましたよ、はい、こんな感じです<おー> <laughs> 正常な弁がだんだん硬くなってくると開きが悪くなってくるとで 伝え忘れましたけども基本的に大動脈弁というのは3枚の弁で構成されていて<つ>このような形でパカッとこんなような形で開く時にこう三角形に開くようなのが正常な開き方ですね。でそれがだん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 弁が硬くなってくると開きが悪くなって一部こういうところが融合してしまったりなんかすると開きが悪くなってきてそれがどん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 狭くなってきて果てはこのような形になってしまうというのが大動脈弁共作者。 ですね、でこうなっていくまでの経過には一般的に言われるのは、まあ、特殊な事情がなければ大体10年、20年かけてこういう,ふうな形で経過してくるということなのでーキーポイントになってくるのは大動脈弁狭窄症ってゆっくり進行してくることが一般的であると。な,るなのでやっぱり10年、20年かかるということは必然的に若い患者さんよりも高齢の患者さんの方が圧倒的にこの弁膜症で困る人が多くなってくる,る、ね、ということですね。はいはい でその原因の中の一番最多なものが、いわゆる動脈硬化ですね。加、ま、齢、あ、に伴って起きてくるわけだ動脈硬化の変化が最も最多な理由。それ便の動脈硬化ですね。便における効果ですね。便の効果ですね。なので、それが一番の理由ですね。でまあ、その他にも特殊なあの病状としては、リウマチ性と言われるものがあったりだとか、あとは、 今3枚で構成されてる弁ですよと話しましたけどもいわゆる先天的にもともと2枚の弁の人どういうことかというとうこのような形で本来3枚に分かれるはずの弁がお母さんのお腹の中で分かれきらずにこのような形で2枚になってしまうとか、ねまあ、中には1000弁1000弁の方って大体もう小さいうちにエースになっちゃうと言われてるので1000も本当にパックマンみたいな形になってるものとか <laughs> ね、本当にピンホールみたいな穴が1個だけ真ん中に開いてるとかっていうのも小児科領域ではあるようですね。まあただそれがまあ成人になって僕らの前に来ることはほとんどまずないのでまあ基本的にはやっぱり多く遭遇する先天的な大動脈弁の異常っていうのはこの2000弁,の2000弁だと、はい、あとは個人的には4000弁っていうのを見たことがありますけど <laughs> <laughs> 4000弁はどっちかっていうと AR あの大動脈弁 閉不全症のがなりやすいなんと本当ですか僕感動しましたねあれは4000名なんで AR なのなんでなんでしたね逆流その人は逆流だったそうですねその人は AR でしたねはい。面白いねそれは手術室まで見に行きましたねああえっほんとに4000でしたすごい四つ葉のクローバーを見つけた時のような感覚ですかね本人にしてみたらあれですけどもねまあそれぐらいのレアだと でここで問題になってくるのが症状なんですよね。うん、で、あのー、さっきもお話しした通りこれゆっくりゆっくり進行してくるということがキーワードなのとあとはやはり加齢に伴って起きてくるこの動脈硬化が主原因でそれで10年から20年かかって経過するわけなので必然的に高齢になってから起こる病気なのでそうなってくると症状が すすすごくく出にくかったりするんですつまりかなり重症になってからでないとなかなかご本人が症状に気づきにくいっていうのがこの病気のまた難しいところ。うん 便が狭いかどうかって基本的には医者が見つけることだけど症状を理解しておいたらもしかしたらそうなんですよこんな症状が大動脈弁狭窄症だというのが分かるとラッキーですよね循環器内科医の前にさえ来てくれれば僕らが聴診をして心エコーを当てれば大動脈弁狭窄症って診断がつけられるわけなんですけれども多くの方が。 まあもちろんその僕らの前に来てくれる患者さんっていうのはね日々毎日いますけどもとは言っても限られた人数じゃないですか神島内科クリニックに行かないと分かんないよ。そういうことなんです。いやだけどそりゃそうだよね。循環器内科医の前にみんながそうなんですよ。ね皆さんが行くってことって確かにそうなんです。なので気づきにくい症状をどうやってこうこうスクリーニングして見極めていくかっていうことがこれがまあ僕らの命題だし。 あとはまあ患者さんたちに啓蒙していかなきゃいけないところかなと思います。で、じゃあどういった症状が出るとしたら出てくるのかっていうと、よく言われる三大症状っていうのがこの3つですね。<ー>胸が痛くなる、あとは呼吸困難、いわゆるその心不全ですね、息が苦しくなる、うん、動いたときに苦しくなってしまうとか、あとは失神気を失ってしまうということが、よくあのエースの古典的な三大症状というふうに言われるというところですね。でももこれも 大動脈弁狭窄症にすごくこう特異的というかもう特徴的かというと、まあ、心臓の病気だったら、まあ、こういったこと起きてもおかしくないわけですからあ大動脈弁狭窄症じゃなくて例えば変な心筋梗塞とか狭心、ね、症とかなので、まあ、ここからがこの症状で来てくれた人たちの中に大動脈弁狭窄症なのかそうじゃないのかということを見極めていくのが、まあ、これが循環器内科医の役割になってくるわけなんですが、まあ、もちろん循環器の先生に必ずこの症状で最初にかかるかというともしかしたら 呼吸器の先生のところに行っちゃうかもしれない。ああ、そうだね。そ,ねそれはあるね。指針となったら神経ないから先生に行っちゃうかもしれない。ということなので、みんながみんなやっぱりこれ知っておかなきゃいけない症状ですよね。もう一つ言われるのが、この病気の一番怖い症状は、はい、やっぱり突然死ですね。<ー>ある日突然バタンっていうことがあり得るのがこの病気だということが言われてます。まあちょっとこんなあの表現したらちょっと怒られるかもしれないけど、ぽっくり病の中に、 いらっしゃるただ,ただこれでそのエースで実際突然死よくそのまあ患者さんと外来なんかでお話ししてるとご高齢の方が多いですからピンピンコロリじゃないですけど、うん、まあ突然死できるならもう85にもなったらもう私は本望だよっていう人いっぱい出会いますけどそうなんですところがこ経験的にこれで突然死をしてる人って そう見ないですよね,ね多くがやっぱり最後すんごい苦しい思いをしてか命からがら救急車で運ばれてきてそのまで人工呼吸されてとかそう,だねそういうことでまあなんとかこう苦しい状態をレスキューするっていうような状態が圧倒的に多いと思いますので名強作所は、ね、そうですねそうだななので。 まあね、これが本当にそういう意味でみんなが突然死する病気なんだったらいいのかもしれないですけどなかなかちょっとそうはいかないと、ね、やっぱり最終的に苦しんでしまうし、ね、ことが多いと、はい、まあだからこそこういう旅っていうのが出てきたて、ね、そういうことですね。確かにねで これはもう僕らの教科書には必ず載っている有名なグラフですけれども<う>大動脈弁共作症をじゃあそのままほったらかしたらどうなっていくのかうあそうだね,ねこれいいね確かに聞いてみたいね大動脈弁共作症をそうだね確か例えば僕が50歳だったらみたいな、はい、50歳で大動脈弁共作症をほっといたらどうなるんかう,そうですね。さすがブランワールドはねブランワールド先生が1968年に言ってることなので、ねまあ、当時と変わってるのは多分平均寿命が変わってますから 今で言うと多分この下の年齢がもうちょっとこう高いのかなという感じがしますけれどもまあちょっとそこは置いておいて、まあ、横,の横軸は時系列ですねあの、まあ、時間経過で縦軸がこの生存率を見てるわけなんですけどもやっぱり大動脈弁狭窄症が無症状の時っていうのはほとんどその死亡率っていうのは変わらないわけですねだからあんまりこう怖い病気じゃないように一見見えるんですがある時にちょっとでもこう症状が出始めた。 さっき言ったような三大症状ありましたね。苦しいとか、痛いとか、気を失っちゃったとか、そういったことが起きると、このグラフがズドンと下がる。いやいやいや、落ちすぎでしょ。でも、ブラウンワールド先生が言ってるの僕たちが言ってるわけじゃない。いまだに僕らの教科書に載ってますからね。これもブラウンワールド先生が言うには、心不全を起こすと平均寿命が2年。 失神すると3年,3年胸が痛くなると5年だよ年ということがこれがもう古典的ですけども言われていると。な,るなので大動脈弁狭窄症って気をつけなきゃいけないのはもちろん突然死することもあるし、うん、症状が出始めたら一気に顔つきが変わって、うん、それで予後を悪くさせてしまう病気ですよということなので,なるでこの症状っていうのがすごく軽微なところから始まりますから、うん、なかなかそのご高齢になった患者さんたちは これがまさか、弁膜症の症状だなんて、夢にも思わわないわけですよねわかる、これ、なんかきっと年のせいにするいや、そうなんですよね、なんか年取っちゃったせいで、おっしゃる通り、がががててそうなんですよ。<laughs> だそこが非常に難しいところでで僕らの前にやってくるといや,いやこの息切れはおかしいよねっていうことで調べてみるとる、ね、とんでもない診断音がしてエコーで見てみると便が全然開いてない,全然開い,てないとっていうことがあるわけです、ね。で私ぽっくり行きたいんだって言ってもなかなかいやいやそうはなかなかいかないですよ,かよ、ね、と,とです、ね。かね、でじゃあそうなってくると大動脈弁狭窄症症状が出てくると具合が悪くなっちゃってしあのー、命の危険のある病気なので。 当然これは治療を考えていかなきたい,けないけです、ね。確かに、どうやって治療するんだと。そういうことですね。ねで、これはもう残念ながらですね、この大動脈弁狭さ、硬くなった大動脈を柔らかくする薬っていうのはないので、うん、こうなってくると、もう唯一、人工弁に取り換える、るね、もうこれしか方法がないわけですね。心臓の薬は効かないと。そういうことです。ね、で、その方法っていうのが今までは、いわゆるもう胸を開ける手術しかなかったということなわけですね。うんうんで 今、お話があった通りでしょ、まあ、薬で、ねまあ、その苦しくなってしまったその心不全の症状を少し緩和してあげたりとか心臓の負担を軽減するようなお薬っていうのはありますけどもこれはまあ便の硬さを変えたわけではないですからこれはまあちょっとお茶を濁して問題を先送りさせただけですよね。で、時に特にさっきお話しした8つの便膜症の中で時にこの大動脈弁狭窄症に限っては僕らがよかれと思って使う心臓のお薬ですね。まあ、いわゆる、 血管拡張薬とか利尿薬と言われるようなお薬が逆効果になってしまうことがありますよということなので全ての心不全治療薬が大動脈弁狭窄症の場合は近期内しは慎重投与というふうな位置づけになっているとなるほどここは難しいとこだななので基本的な考え方として大動脈弁狭窄症重症になった大動脈弁狭窄症で症状がある方を 薬で粘るっていうのは基本的にはご法度なんですよっていうのがうまあこれが大前提になってくるわけですよね。こ,こ,しいとこだよねだってさ、はい、先生くす苦しいから薬くださいって言ってもまあじゃあ飲んでみるかと言っても、うん、逆効果でねえ、ね、っていうことがあるってことで確かにな、まあその代表的なものがいわゆるニトログリセリンとかいわゆる硝酸剤ですよね。これがその、まあ、お胸が苦しいお胸が痛いって言ってくるので、まあ、あたかもその狭心症とか そういったようなねあのいわゆるその冠動脈系の病気の可能性がそう頭に浮かびがちですからそうすると冠動脈の病気といえばとりあえずニトロそんな感じでこう出されてしまうと逆に言うとこれで大動脈弁狭窄症がもしあったとするとこの病状を急激に悪化させてしまって、ね、かえって危険な目に遭ってしまうかもしれないということですねはいさあじゃあこれで手術しか方法がないのはよく分かったと、はい、なんですけどこれが現実なんですけどこれ僕のお師匠様が あのお師匠様が、はい、あのまとめたデータなんですけども<ー>、まあ、数は663例ということで少ないですけどもこれ全部日本人のデータですね、うん、でこれ重症の AS と診断されていながら手術ができていない患者さんがどれぐらいいるかという見てみたんですねうそうすると、ね、さっきの3大症状共通心不全失神、まあ、症状がない人もいるわけですね本当にこういった症状全くない人もこの中に入ってますがうん、うん、こっちの症状があって困ってる人ですよね 困ってる人の数が41人、192人、37人という中で AVR というのがその手術ですね。手術に行けた人っていうのが実にこの人数しかいないです。<ー>症状に困っているのに半分,、ね、半分なんですよおおよそねそうなんです。なので、もう半分は何らかの理由があって手術に回ってないっていうのがこれが現実なんですね。はい、これは普通に僕らが何のこう 僕あのうちの施設だけではなくてあの国内の何施設かで集めてみたんですけれどもまあどこを集めてみてもやっぱり半分ぐらいそうなんですつまり僕らの元にたどり着いてもつまり循環器内科医のもとにたどり着いて苦しいよと言ってたどり着いてかつ重症の AS と診断されたにもかかわらず治療に至ってない人が半分もいるというのが。 これが現実だったんですね。でそれがなんでっていう話になんですよ確かで、ね、そうなってくるのがこれなんです。これもまた有名なグラフなんですけれども、まあ、さっきお話しした通り、やっぱりこの弁膜症っていうのは高齢になればなるほど多くなってくる。このような方、指数関数的に増えてきますから、やっぱり患者数としてはご高齢の方が圧倒的に多いですね。これは 緑のグラフが大動脈弁の病気、黄色の方が、まああが爽房弁の病気ですね。ですでその両方合わせたものがこれになりますけれども、まああの、いずれの弁膜症もこのような形で高齢になればなるほど多くなる。ということは、必然的に高齢者が多いわけなので、半数が手術できていない理由って何かっていうと、やっぱり高齢者特有の他の病気があって体調が悪い方、うんもしくは、 高齢になってきてき、まあ、最近よくフレイリティフレイリティと言われますけど、まあ、日本語に無理やり直すと虚弱性っていうんですかねやっぱりご高齢になってきてますから体力の低下があって筋力の低下があって、ね、いわゆるじゃあその手術にこれで耐えられないんじゃないかっていうふうに判断されてまあ胸を開けて心臓を開けるような手術はちょっとこの人には難しいだろうっていうふうに医者が判断する。もしくは 患者さんもしくは患者さんのご家族がそう判断されて約半分が手術に至れていないと。うん、これが大きな社会問題になってなまあ日本に限らずまあ先進諸国でずっとこれが大きな問題となってきていた。なのでースって分かって治療が必要だって分かってるのになかなかこれで手術ができないよという人がたくさんいたのでそこでお待たせしましたと。こですね 今まではこれが手術、開胸手術しか方法がなかったところに、じゃあそういった虚弱性があったり、閉存疾患があって、開胸手術はできないけど、大動脈弁狭窄症を治してあげたいという、うん、この循環器内科医の熱い思いが伝わり、うん、ついにこれが日本では2013年の6月からですね、<年>保険召喚されて、この旅という、うん、いわゆるその手術ができない患者さんに対して、カテーテルで胸を開けずに、 治療をしましまょうと。はい、こういう治療が出てきたというのがこれが「ビっていう治療がどうして出てきたのか、はい、エースという病気がどういう特徴が持った病気でそれに対する治療が手術だけではちょっとなかなかこう全ての患者さんを治療することができなくなってきたのでこの「タビという治療が台頭してきて今ものすごい勢いで増えてきていると。なるほどね。いいですね。ですさあ。 ここまでが一応旅がどうして出てきたのかというお話とエースのお話でしたはいありがとうございます、はい、これいいね亀 <laughs> 島内科クリニック、はい、患者さんに最も近いハートチームメンバーあ確かにな近いよな、ね、丁寧かつ、えー、的確な診察で粘膜症の早期診は確かに <laughs> あそうだね,うねなんかさいろんな例えば開業医の先生ってあの循環器の先生、ええ、あのどこの開業医の先生もやっぱりさその大動脈弁狭窄症っていうのを見つけるっていうのはすごくあのー、ねあのどこの施設にいてもできると思うんですけど上島内科クリニックってすごいよね,そうですねだって先生が手術できちゃうんだもんね <laughs> いやーなかなかすごいなと思いました <laughs> まあやっぱりその医療のまあ一番そのとっかかりになりやすいですよね開業医さんってねうん、うん、なのでそ、ね、まあ、ね、でその あの今回ちょっと割愛しちゃいましたけども、まあ、診断方法がもう基本的には長身と深栄光長身と深栄光ね,ねこれでも開業医さんのところでどちらももちろんしっかりできるものですから、まあ、これは一番の,あの武器になりますので、まあ、そういったものをね、あをいわゆるその治療につなげるための玄関口として。 あのうちのクリニックは頑張ってやらせていただいておりますので、はいはいそういうことでえっ、ー、と皆さんが、えー、知っておくべき旅の総論を送りましたどうもありがとうございました。